お待たせしました。こちらレストハウスフルスタートから再スタートです。よいしょ、どっちから出ればいいんだっけ。あっちか。うん、痛いですね。いささか休みすぎた感じ。え、その尻に関してですか。なんかあれじゃないですか、一回こう、なんていうの、圧迫が溶けていくと、次乗るときまた痛くなりますね。ああ、ある程度時間が経ってから痛みが出てくるって感じですかね。確かに天気がなんか不穏ですね。よし、よいしょ。麦草峠が標高2100ちょいで、今1700ちょいなので残り400メートルです。趣味の車だな。どれ一つ分かんなかったけど趣味の車ですね、あれは。なんか燃費とかそういうの喋っちゃいけないようなやつでしたよね、確かああいうのは。ええ、確か法律で乗っちゃいけなくなっちゃったんですよね。はい、でだからあのなんか昔の軽のパンの人とかはもう走行替えとかできなくなっちゃったんですよ。ああ、もうエンジン乗せ替えたりしない限りは。そうです、まあ、乗せ替えるとそんなできるもんか知らないですけどね。まあそこはよその国に持っていくか。完全私有地化ですよね。41号カーブ。
よいしょ。ああ、うん、とりあえず動画は撮れた。アサギマダラです。とりあえず立ちこぎしては知りたくないですよね。やっぱ谷あるとちょっと怖いですね。だって水が、その左右に降るのがですか？私も結構降ってると思いますけどね。こんな感じ。ほとんど平坦に近いな、この辺り。死の角、怖い角、角か、曲がり角、死の角、怖い角か。
お、もうそろそろ 1800m、 休憩するか。よし、じゃあカーブのところかな。そう、わまだ眠れるなこれ。ええ、1800になりましたのでやむなく。そうですね。まあその分距離がある感じか。昼寝した時の芝生の草がついたままだった足に。あれもなんかすごい車ですね。あれがリンカーン。
はドイツだ。ああ模様が全然見えない。あ、やっとメルヘンの文字が出てきた、はい、メルヘン街道。でもってやっぱり標高が全然違う。まあ全然ってほどでもないけど、100メートルはずれてないですね。天気悪いな。降らなきゃいいけど。
ここもちょっとだけ明るいな。あれも55カーブだ。さっき40前半だったような気がするのに。勾配が緩くて助かる。もうすぐ1900。過ぎたか。ちょっと休憩しづらいな、これは。この辺かな。こういうとこにポイ捨てするってのはどういう。一個だけ拾う運動しとくか。旅行に来たらゴミを一個拾う運動。とりあえずできるだけ目立つところのゴミを拾えば自分的にも満足する。1900、残り200ちょい。風が全然なくなってますね。いや、降らないです。なんか昨日と似てますよね、すごく。ああ、そうですね、上の方に来て。パターンしてるよ。
それ確かこれ峠のところ黒曜石がいっぱい転がってたんですよ。でもちょっと平らなんですか、峠のあたりって。なんか全然通常じゃないんですね、最後は。最後どうだったかな、投稿が通常折りで、その後結構直線的なんですね。ああ、そうですね。あ、でも最後にちょっとだけか。うん、笹になりましたね。あ、そうですね、熊笹がずっと生えてますね。よし、あと休憩1回だけ。あ、残り休憩1回だなと思って、 2000m で休、2000で休憩して、あとはもう100ちょい登れば。今、まあまあ、10ですかね。ああ、そうか。6分の5。でもこれじゃサムネ写真撮れない、青空が見えないから。さっきのレストハウスのところで撮るのまた忘れてました。ええ、31番カーブの方がいいんじゃないですか。あ、今のと似てないっていうことですかね。うん、あそこのとこは結構似てましたね。差し替えてもバレないぐらいのサムネ程度じゃ。背景？ブドウ峠からこっち見てみると、ここからこっち見てみると。ああ。でも、方角的には大体同じ方向じゃないですかね、日の当たり方が。あ、降ってきた。今ポチッと来ました。防水装備にするかな。来てますね。どっか雨宿れそうなとこで。その辺で。あ、でもガードレールがないと。不便は不便だな。よいしょ。どっちだっけ、こっちか。もうちょっとこっちからもう出ます。あ、すみません。GoPro 本体をヘルメットから外して、あ、これか。よいしょ。あそこ、これ残さなきゃダメか。こうして、
ハウジングに。そうだ、で、ねじれてる。これ雨音ですか、パラパラ言ってるの。雨音がちょっとかなりしてますね。これ荷物もカバーかけなきゃまずいかな。これではとりあえずはできたけど、これレンズはだいたい前向いてるように見えますか。そうですね、あれかな、仰角っていうかこっち下向いてますかね。いや上向いてるかな。こんなもん。もう一回右向いてください。あ、まあ、今あ、ちょっと上向いてます。あとか後ろ向きに1度か2度って感じですけど。あ、もうちょっとだけ、これかな。そうですね、これで。じゃああとは今支えないで、ね、ありがとうございます。バラバラいってるな。ウィンドブレーカーどっち入れたっけ。
すぐ右。で、左つけて。デジカメとウエストバッグだからな。お待たせしました。じゃあこれで行けます。大して降ってないな、まだ。下りがこれウィンドブレーカーだけだとちょっと不安な感じですね。向こう前に降ってたりしたら。あ、下もできてないんですよ。まあ、上はあの厚手のシャツとかを重ね着した上でウィンドブレーカー着ればいいんですけどね。お、降ってる降ってる。あれ、メルヘンカイトの表示がない。盗む人いるのかな。
バスは通ってないですよね、ここまで。そうですね、バス停もなかったし。あのレストハウスの地獄に行きました。あ、あそこまでかな、じゃあ。うわ、また降ってきたな。うわ、寒そう。今の半袖 T シャツ1枚のバイクの人は絶対寒いはず。しかも雨だし。また嘘看板だ。標高2000メートル、まあでも10メートルぐらいの誤差か。このパーセントは、あれ、これで 10% ないのか、9%。見た目 10% あるのにな。あ、そっか、白駒の池ってあったな。行って見に行ったことがある。この天気じゃあまり意味ないか。あ、そうだ、こまめにレンズ拭いとかないと。こうだから、あれ、これか。
なんか雲の底が見えてきてる。峠はどうかな。どこだ、これか。お、明るくなってきた。町境だ。佐久穂町、知らなかったな、この名前。前取りで木場所がない。もう少し、まあ、標高2035か。
どっか 雨宿りができたら休憩しようと思ったんですけど、このまま行けますかね、もう。ええ、100ないぐらい。お、59号カーブ。うわ、降ってるな。ん？路面から湯気が出てる。こりゃ、ここだけ路面があったかいのかな。
やっぱりあの厚いアスファルトに雨が落ちた時の最初の匂いに少し似てる。でなんで下るんだ、ここで下るんだったっけ。うわあ、濡れる濡れる。うわあ、そうですね。来ましたね。寒いですね。これさっきまで雨が落ちてなかったからこんな湯気が出てるんですかね。あ、ここは確か黒曜石拾いの人がいたとこじゃなかったかな。もうちょっと先かな。なんか右手のこういう土が出たところで、あのいっぱい観光客が黒曜石拾ってたんですよ、前来た時は。もうちょっと先かな。なんかヒュッテとかいうやつかな。ここもなんか湯気がすごいな。水蒸気が。これ雨具を装着。あ、ここは確か白熊池の入り口だっけ。これか。あ、これだこれだ。いっぺん見に行ったことあります、ね、最初に来た時見に行ったのか2回目だったか。森がいい感じですね。ねえ、一応行きますかね今日。あ、いいですかね。まあその距離なんですけど、いや私自身はそんなにでもなくて。あ、じゃあ、ええ、まあ池自体がこの青空で見えないですからね、青空の下では。標高2092、もうちょい。
陸上は2094メートル、うん、2100の10だか20だかぐらいだったと。ね、なんか目の前の山見るとまだまだやんけと思ったけど、うん、そんなことないですね。もう右の方とかあっちの方ですね。そうですね。2100ほぼぴったりだ。なんか1900かな、あの辺で補正入りましたよね。ええ、なんか微妙。1800か、うん、短かったですよね。そうですよね。1830か40ぐらいに1800の日があって、そこから1900の手前ぐらいでありましたよね。うん、で今の2100はほぼぴったり。うわ、もうなんか今からすでに下りの寒さが怖いです。怖いですね。登ってて、だって寒い。ええ。フォグランプか。フォグランプライトかな。ほぼ最後の直線というかカーブというか、この先かな、この先だ。見えた。2127か。え、何がない。あ、黒曜石のとこ、やっぱさっき見たとこだ。え、何がないですか。そうですね、下っていく途中には何か所かあったと思います。なんか女の子が楽しそうに踊ってる。到着。ここは勾配かなり緩いな、全体的に。最初の松原湖から先が少しきつくて、あとは緩く登ってる感じですね。じゃあ一応自転車入れて登ってきます。押さえとして、よいしょ、そう。
古いか。あ、え、一応は押さえとして使うかどうか別として、いや結構いけますよ。どっちにしろ空が白いから森に合わせてしまって、いや、しかしダメなの、正方形の中に入らんなこりゃ。第2位ですね、確かね。あ、その普通に車で上がってくれるとこでってやつですよね。国道の標高。あ、国道ですか、はい、で一番が渋峠。さてと、ちゃんとできてるな。あれあれあれ、さて多少着込まないと。どかす。あ、向こう側軽い。ああ、そっち側からのがいいかな。ああ、こっち側から撮った方がいいですかね。全然思いも及ばなかった。登ってきた方向しか考えてなかった。降ってるなあ。なんか本気で振られてませんか今。ちょっと雨足強すぎ。ここでありますかね。ちょっとあんまり、もうちょっと下って探しましょうか、はい、我々全然意識しないけど自転車って本当は右向きを取るんですよね。ああ、あのギアがある方ですよね。そう、前友達に言われたことあります。はい、あのあれですもんね、アイコンもあれこっちに。ああそうそう、全然気にしてない。自分が降りて立てかけやすい方向っていうだけで、逆がすごく立てかけにくいですよね、あの自転車の扱いとして。あの日本が左側通行だからですよね。ん、だから、いや、こっちに降りるじゃないですか。ええ、だからこう。え、あ、そうか。いや、なんか私はあの右利き左利きってレベルで これだと思ってました。ああ、そうなんですかね。だってここで降りるんですね。なるほど。うわー、降ってる降ってる降ってる。デジカメが。あ、ブーストバックも結構心配だな。まあ、でもこの上だったら大丈夫か。よし、じゃあ下りましょうかね。やだな、雨の中のこんな寒いとこの下り。ちょっと、どうすればいいかな。
カメラとバッグは下に置いて、どこにつけるかな。じゃあ中に入れとくか。あ、ちゃんとレインズボムあるんですね。すごい。私は今回は絶対降らないだろうと思ったので。降らしてたまるかと思ってたので、よいしょ。ちょっと意志の力が弱すぎるみたいな、ね、あ、そのんこの降ってしまうことで、はあ、よいしょ、うん、フォーマ電波は写真アップは難しいぐらいの感じ。あ、繋がってはいますか。本当だ。
アメリカじゃない、雨。で、画質定で、なかなか行かないな。まあ向こうちょっと、うん、降りたら晴れてるくらいの感じじゃないですかね。うん、あ、お待たせしました。あったかそうだな。そんな顔しても譲りませんよでも私も一応あの厚手のシャツ中に着込みました。さすがにこれはちょっと、人工袋があるあ、最終的にはそうですね。意外と巻きづらいことがこの間分かりましたね。この間ってもうあれ 2年ですかね、2年前ですかね、二重曲がり峠を下った時にでしたっけ。ああ、そうか、マリオさんをだから、そうですね、確かにあの辺りですね。あのグルーは今年で526なんですよ。512。あ、でも割となんか早く晴れそうには見える、うん、あ、そういや昨日転んで打ったところって結局、あ、悪くならなかったですか。赤にはなったんで押したら痛いぐらい。あ、お、いい感じ。すぐ晴れそうですね。これを早く晴れれば晴れるほど私の方がなんか結果的に得をしたことになるような気がする。ああ、ていうかこっち濡れてないんですけど。ここからさっき焦がなくても進むなんて夢のようですね。あれ、今日さっき言って県境ですね。さっきあったのは佐久穂町っていう町境だったみたいですけど。佐久穂町は長野県ですよね。あ、そうなんですか。で、茅野市は山梨県じゃないですかね。あ、違うか。茅野って長野じゃないんでしたっけ、違ったっけ。野辺山が長野で、清里が山梨。あれ、そうなんでしたっけ。あ、この動画 YouTube で見てる茅野市の人すいません。何でしたっけ。茅野市会まで29キロか。一直線に下ったら1時間ぐらいかな。じゃあカメラ見られた、 GoPro 見られた。峠周辺にトイレが結構多いな。うわ、GoPro だとあそこが軽いから周り真っ黒に見えるのかな。それかあそこがただ真っ白に見えてるのか。一応あそこから雲の向こうに別の入道雲が見えてます。
ああ、結構自転車濡れてるな。おお、いきなり晴れてきた。こっちも勾配緩いで、はい。どこだけ広かった。芝が邪魔。ああ。雨降ってない。こっちも勾配緩いですね。そうですね。全然なんか下るスピードが上がらない。途中から電波あるの。立科高原のあたりからあるはずですよ。でそこからまた放送しようと思ってました。あ、でも雨かっていう。いや、まあ大丈夫でしょう。うん、昨日かな、ちょっと寒いな。あ、この状態でも、はい、いや、これ薄いんですよね。そっか、下もジャージ1枚ですよね、うん、私の方がそっか、今枚数は多いんだ、うん。よし、じゃあパンでも食べとこうかな。よいしょ。自力で位置エネルギーを高めたパンです。高エネルギーパン。うん、見た目よりずいぶんチーズ入ってる中で。お菓子かな、あれは。ワッフルか。
じゃあ、ピザも行こうかな。写真撮らず、ピザ写真。いや、全然知らないです。なんか麦っぽくないですか？麦草っていう草があるんですかね。違うのかな。なんか、どうだろう、どこでも見るやつとは違うのかな。濃いですよ。なんか、身のすき方麦っぽいんですよね、これ。トマトうまい。ちょっと出っ張ってしまってるな。この麦茶は下で温めて持ってくればよかった。昼寝してる間にずっと表で出しといて、であとはタオルにくるんで温かい状態で。じゃあ行きましょうか。うわ寒い。この辺りもいかにもこう。高い山って感じだな、高山って感じだな。鳩か今のは。こんなところに鳩いたっけ。
ってきた。鳥かな。やっぱり鳩っぽい。ちょこちょこ歩くな、かわいいな。すごく普通の鳩っぽいけど。だよね。今。さっき。でもさっきも言ったんですけど、こんなとこに普通の鳩じゃないですよね。多分山鳩とかなんかそういうなんとか鳩がつくやつじゃないのかな。頭につくやつじゃないのかな。あとちょっと人になりすぎ。灯台はどうだろう、これ。一応見てみましょうか。曲がった先、あ、向こうってことですか。結構足痛いな。まあまあかな。確かここ前来た時もまあまあかなとか思ったとこだった。私が来た時もこうだったような。あの看板を木のど真ん前にっていうのは完全に親切。変ですね。昔は違ったんでしょうね。まあ一応向こうの方にちょっと町は見えてるけど、多分もうちょっといい景色は途中にあったと。南アルプスですよね、向こうはね。あっち見えてるんですかね。八ヶ岳の南側だからですかね。そうですよね。あ、書いてあるな。ギリギリ見えない。真ん中南アルプスで。南アルプスで、
沢が中央アルプス、うん、中央アルプスの方は全く見えてないですね。あ、まあ、やつだと階段の上りでやっぱり来てるのがよくわかります。今日も降らないだろうから、すいません、またちょっとあの GoPro の状態変えます。タイヤバッグのこれもいらないな。え、そんなに違うんですか重さ。うん、なんか随分違って感じるんですよ。ミディアム買いとっかな、ついでだから。じゃあちょっとこれ今からあの、GoPro のケースから外したり、バッテリー交換した、あ、バッテリーじゃないや、メディア交換したりするんで一旦切ります。よし、で録画再開。充電これでオンにして、これ温泉があったらかなり入りたい感じですね。温まる意味で。アップロードエラーだ、やっぱダメだったか。この天気、あのちょっと GPS にバックライトが欲しくなる天気。うん、この音はなんか当たってるな。あれ、あ、あ、どれだ、あれ当たってないですね、何も。あれ何の音だ今の。ん？あれしなくなってる。今のなんかブー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 ってなんか回転数に合わせて何かは鳴ってたんだけど鳴らなくなった。たまたま路面がそういう音がしたのかな。
あれ、またポツポツ来てるな。本当に眠くなったら昼寝しましょう。歩いていると上が真っ黒。パラパラ言い始めた、やばい。クソ、また降ってきた。濡れてたまるか。大体やんだ。いや、そうでもない。やんでない。小ぶりになったかな。ちょっと GoPro チェック。ああ、意外と濡れてないもんだな。レンズに一粒がついてるだけだな。もう一遍あのケースに入れる気にはならなかったです。あ、いや、今入れないです。このまま行きます。今ちょっとチェックしただけで、もうめんどくさいんで嫌です。で、やっぱりあのケースあるのとないのとで、ケースがあると頭の一部が圧迫されて、なんかその血が止まってる感じの痛みが出てくるんですよ。まあ当たり具合だけなんでしょうけどね。振り回されますからね。やっぱ乗ってるな。これタイヤの音じゃないよな。
やっぱりなんか鳴ってる。これか。多分これだ。これをこうやって引っ込めてしまえば。うん、聞こえない。明らかに何かそのヘリが当たってブンブンブーってなってる音だったんで、これ前のマウンテンバイクに比べてクリアランスがなくなってタイヤとキャリアが近くなったんで多分それですね。どれだけ膨らないんですね。そうなんですよ。あのなんかロード用のフレームにつけるやつとかどういうの考えたら、ああ一応キャリアもこれはキャリアに沿って、あ、また降ってきた。キャリアに沿ってただの一枚板をつけるのもいいかなと思うんですけどね。あ、そう。まだ標高1800か。仮に角まで下る場合は何メートルだったかな、角が。やばいやばいやばい、だいぶ降ってる。車の音全然聞こえてなかった。うわーやばいな、これはいかん。あー、ちょっとこれは雨が止むまで GoPro 停止だな、こりゃ、うん、これはいかん。じゃあちょっと後でまた録画か再開します。まだちょっと雨降ってるんですけど、ラッシュが開かないのでこのまま行こうかと思います。で、しょっちゅうこれグローブのあの簡単に脱ぐための輪っかとヘルメットのこのカチッとやるところが引っかかるな。で、ちょっと待ってもらえますか。また GoPro スタートしたので、時刻だけ16時42、56、57、58、59、43分。よし、はあ、じゃあお待たせしました、はいはい。まだパラパラしてますけども、これ GoPro のケースに何度も入れ直すのもめんどくさくて嫌になって、ある程度壊れるリスクを考えてももうこのまま使おうと思ってます。にしても結構降ってるな。完全に中に浸水するとやばいけど、そう、まだ降ってるな。
はい。あ、開けっぱなしになってます？あ、雨濡れてるのが。まあこのぐらいだったら。ちなみにさっき雨宿りしてる間に途中まで開けっぱなしにしててじゃんじゃん入ってました。しかも電子機器が入ってる方に。やばいな、今回もしかしたらいくつか壊れるかもしれないな。路面もだいぶ濡れてるな。また結構降ってきたな、やばい。うわ、はあ、ダメだ、ケース入れるか。もうここまで頑張ったけど。いや、てか中にやっぱりしまい込んどこう。うわー、停止。